照準を何とかすれば。あ、そういや、あのおっさん。そうそう。あれ。え、お辞儀だ。我々の所作、貴様。ヴァンパイアにとって、同じ種族のヴァンパイアにも。はぁ。全く。向こうに。うわーい。バイトさんも。な、それよりも。おい、人間。バンピーに何かあった。任せておけ。次はドイツだ。やれやれ、これだけあれば。何？フェルドラク様のごし、またお、はあ、ヴァンパイアにとってバカみたい。おいおい、じゃあやかむ、はあ、ヴァンパイアってカプス、そうらしいですね。ん、まだ血は吸えてないけど。安心しろよ、ルリア。わがま、バンピー、わかったわかった。どうして血を、他の種族に関わったら、関わらないよ。それで、メドベキアにこもっちゃ、それが、力あるものの、なるほどな。でしょ？絶対、なんつうか本当に。だけどよ、バンピー。島が大変だって時に、本当はね、誇りとか、バイトもフェルドラクも、バンピーちゃん、それなら、もしかしたら、あ、お、さえ、確か、古城から伸びた、はい、だから、おい、待て、お前ら、何よ、ダメだ、あそこはバン、人間が入場する、おいおい、こればかりは許さ、何よ、ん？知らない。お、おい、今この島、あ、あれは、何があった？また、くそ、問題はそれだ。人間だ、我らに刃。なんだ、私もこの僧帽でしかと見た。あの、しかし、それに、彼、その通りだ。フェルドラク様、監視の際ですが、あの、青い髪の少女。星の民の眷属か。はい。人間たち、さらに、人間、お言葉ですが、それも人間ごとき。確かに。だが、同じように我らにとって伝説であるせ、しかし、に、この光、病気かと思った。聖少女です。それマジか。待って、メスちゃん、少やっぱり古城、はい、どうした。なんだ、知らない。話が通じる。
ピーちゃん頑張るから元気出して。